クリスマスソングを聞くたびに、ああもう今年が終わっちゃう、それまでにこれをしなくちゃあれもしなくちゃなんてね、変な焦りに駆られるようになって、まあ、そういったところを忘れて、たまにはもう思いっきりクリスマスを楽しみたいななんて思いました。それではここでメッセージが届いています。ラジオネーム教えたガールさんです。井上さん、こんにちは。こんにちは。朝から素敵なカフェでモーニングを楽しみ、ケーキとドリンクでゆっくりとくつろいだ後、そのままランチまで食べて帰ろうとするんだけど、やっぱり締めにパフェまで頼もうかどうかで永遠に迷いたい女、教えたガールです。というわけで今回は、私を迷わせる素敵なお店、カフェてんてんをご紹介します。いいですね、カフェ。カフェてんてんは綾歌郡宇多津町にあるカフェで、2024年10月から店長の近藤さんとお母さんが経営をされています。店内は白を基調とした壁と窓から差し込む光で穏やかな明るさがあって、木のぬくもりを感じるテーブルや趣のあるアンティーク家具が落ち着いた雰囲気を感じさせます。そして誰かと一緒に利用することはもちろん、お一人で来店されたお客様にも心地よく過ごしてもらえるようカウンター席が用意されていて、お店の前にある駐車場も広く取られているので、駐車が苦手な私でも気軽に止められるのは嬉しいポイントです。カフェの経営は近藤さんの小さい頃からの夢で、いつかお母さんと一緒にやってみたいと思っていました。お店の名前は、幸せな日常と美味しいものを食べる幸せ、その点と点をつなぎたいという思いから点点と名付けられたそうですが、実はカフェを始める前に菓子屋てんてんとして、近藤さんが月に一度手作りの洋菓子を中心に自宅で販売をしていました。お菓子作りを始める環境としては、お母さんがお菓子やパンをよく作ってくれていたので、お家に必要な道具は揃っていて、近藤さんも自然とお菓子を作るようになり、大学などで食に関する知識と経験を収めた後、菓子屋てんてんがスタート。当初はお友達など身近な人たちを対象に提供していましたが、近藤さんのお菓子の評判は徐々に口コミで広がり、友達の友達、そのまた友達へと輪が広がっていき、カフェを構えた現在でも店内でお菓子の販売をされています。カフェは朝の8時から開店で、まずおすすめしたいメニューはモーニングです。11時まで注文ができるトーストセットは、手間をかけてふわもち感を出した自家製食パンをトーストし、自家製ドレッシングのサラダやゆで卵、ヨーグルトがついた上で、コーヒー、紅茶、オレンジジュース、リンゴジュースから一つを選んで680円で提供されています。ドリンク単体で500円から600円くらいだと考えたら、すごくお得なセットですよね。同じく開店から注文ができるサンドイッチは、ドリンク代にプラス420円で、自家製食パンにハムや卵が挟まれたサンドイッチ、自家製ドレッシングのサラダ、クラムチャウダー、ヨーグルトがセットでついてきて、こちらは17時の閉店まで提供されています。ああこれも魅力的。さてモーニングの話が出たら、次に気になるのはランチですよね。ランチは11時から17時まで提供されていて、懐かしさを感じさせる鉄板ナポリタンに自家製ドレッシングのサラダのセットと、自家製のキッシュをメインに白パン、自家製ドレッシングのサラダ、クラムチャウダーと付け合わせのセットがあって、どちらもドリンク代に780円で注文ができます。自家製のキッシュも魅力的で見逃せませんが、鉄板ナポリタンはカフェのオープンへ向けて近藤さんが何度も試作を繰り返した一品だそうなので、教えたガール、こちらもぜひ味わってみたいと思いました。ドリンクは紅茶やコーヒー、自家製のいちごソースを使用したいちごミルクなどが揃っていて、紅茶については近藤さんがこだわりを持って選んだ英国王室御用達の茶葉が使われ、ティーポットで提供されるホットを注文すると、香り高く味わい深いブレンドを3種類から楽しめます。デザートには数種類の日替わりケーキをはじめ、自家製のひと手間を加えた和風パフェやチョコレートパフェ、コーヒーゼリーを提供されていて、こちらはドリンクと一緒に注文すると100円引きになるのでお得です。ちなみにお店ではホールケーキのご注文も受け付けているそうで、
誕生日や記念日などを彩るケーキをお求めの方は1週間前までにご予約いただければとのことです。さて、そんなカフェてんてんには近藤さんが大切にしているちょっとだけ罪深いカフェというテーマがあります。これはそのお菓子が本来持っている味わいをしっかりお届けしたいという思いから掲げられていて、せっかく美味しいものを食べたいと思った時にはカロリーなどを過度に気にすることなく思いっきり食べる幸せを感じてほしいんだそうです。というわけで今回は罪深い私を受け止めてくれるお店カフェてんてんのご紹介でした。ではではといただきました。ありがとうございます。教えたガールさんのリサーチ力、もう私もすごく生きた気持ちになりました。私もお菓子を食べるときはやっぱり普段カロリーとかって気になるんですけど、こういう美味しいものを食べるときはもうカロリーなんて気にしないっていう考えの人間なので、すごくねてんてんさんと共通してるなと思いました。お店の雰囲気もとっても素敵で可愛いですよね。なかなか私は一人でカフェに行くっていうのが苦手なんですけれども、こういう素敵なね雰囲気でなんとなく一人でも行きやすい空間になってるなっていうのは感じたので、今度私もお一人様してみたいと思います。メニューもすごく魅力的なものばっかりで、朝ごはん食べてランチ食べておやつ食べてって開店から閉店まで過ごしてもいいですかそんな気持ちにさせてくれる素敵なカフェですよね。教えたガールさん、とっても素敵な情報ありがとうございました。